どうもショピです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。去年の7月頃に iPhone の中身を紹介しますっていう動画をシェアさせてもらいました。で、あれから半年が経つわけなんですけど、その動画のコメント欄だったり直接会った人からその iPhone の中見せてよとかって、こんな配置になってるんだとかですね、いろいろそのなんか覗かれるようになったんです。覗かれるっていうと言い方があれですけども、そうなので、まあ、半年経ちましたし中身もちょっと変化しましたので、今回はそのブラッシュアップバージョンということで iPhone の中身っていうのを紹介していこうと思います。ただこの今の iPhone の中身がすごくおすすめですとか、これが最強ですとか、この中身にしてから自分の人生がすごく良くなりましたとかっていうのはもう一切なくてですね、もう今の完全に個人的なやつです。なので、あの参考にはならないと思います。もう初めから言っときます。はい。で、逆にそのカバンの中身を見てみたいとか、他人の財布を見てみたいとか、他人の家の中身を覗いてみたいっていう人に関しては、この他人の iPhone を覗くっていうのが、まあすごく面白いのかなというふうに思いますので、まあそういう方に向けた動画になるかなっていう感じです。なので僕の iPhone の中身で良ければ、はい、お見せしていきます。ので、まあ興味がある方は最後まで見てくれたら嬉しいです。ではまず最初にホーム画面の方を見せていきたいと思います。はい、こうなって、こんな感じになってます。これどういうことかと言いますと、僕は左手でスマホを持つことが 98% ぐらいあるんですけども、この親指が届きやすい範囲に全部アイコンを配置しているという感じです。はい、ほとんど使わないフォルダーっていうのがあるんですけども、それは一番親指が届きにくいようなところに配置をしています。Android を使っている方は馴染みがないと思うんですけども、僕はですね、こういうコントロールセンターっていうものを結構使っているんです。で、例えばカメラを撮りたいなってなった場合に、カメラアプリを立ち上げて、こうやって撮影をすると思うんですけども、僕はコントロールセンターを立ち上げて、カメラアイコンをプッて押すだけで、まあ、こんな感じでやってます。あと他にですね、なんか電卓計算したいなってなった場合は、アイコン立ち上げ、プッて押すわけなんですけども、まあ、コントロールセンターからも行けますと。いうことで、僕は結構コントロールセンターを立ち上げます。ちなみにあの壁紙が超絶デフォルトなんですけども、これはですね、今なかなかしっくりくるものがなくて、まあ、とりあえずデフォルトにしているっていうような感じです。そのロック画面からホーム画面に行くときに、ちょっとこうかっこよくなるみたいな、まあかっこいいかどうかわかんないですけど、ロック画面からホーム画面に行くときのこの地球の移り変わりが見れるのが、まあ、個人的なお気に入りって感じです。はい。で、まあちょっとあの本題に入っていくんですけども、親指でまあ届く範囲にアイコンを配置しています。で、一番下の列が僕がもうスマホをいじったら大体確認してしまうようなところなんです。で、例えば一つ目、一番左下にあるカレンダーですね。今日はどういうタスクがあったかなとか、どういうスケジュールだったかなっていうのは、まあ、常に確認をしているので、そう、このカレンダーを立ち上げてます。左から2番目にあるのが、To Do アプリっていうやつで、例えば仕事のタスクとかですね、あとは YouTube ネタとかどんなんないかな、みたいなのをこう常にチェックして、あ、次これやろうとかこれ喋ろうみたいなのを管理するための To Do アプリを入れてます。で、これ Wanderlist っていうアプリなんですけども、これはパソコンと同期ができますので、なのでここで入力したものを後でパソコンで確認することもできますし、逆もできるわけなんで、スマホとパソコンの連携ができるのはこれはいいなというふうに思います。で、その次にエヴァーノートなんですけども、こういったところにいて、ちょっとなんかアイディアがポンと出てきたりとか、ちょっと頭がごちゃごちゃしてて、メントルしたいなってなった時に、このエヴァーノートアプリっていうのを立ち上げて、こう入力するようにしてるんです。そう。なので、まあスマホを開いたらしょっちゅうエヴァーノートも立ち上げてるっていうような感じですね。で、あとは外に行った時には、この乗り換え案内っていうのをもうほぼ必ずチェックして出かけるわけなので、そのために一番右下にですね、Yahoo の乗り換えアプリっていうのを入れています。一番上にはほとんど使わないフォルダーっていうのがあります。で、これは何かっていうとですね、入れたまま、もう入れたらもうあとは使わなくていいアプリ、立ち上げる必要がないアプリだったり、1ヶ月に1回ぐらいのペースしか使っていないようなアプリっていうのがここに入っています。例えばですね、ラストパスっていうアプリがあるんですけども、これは、パスワード自動入力アプリですね。そう、なので1回入れてしまえば、あとはそのアプリが自動的にもう活動してくれるわけなんで、もうこれで放置で OK ということです。で、次にフォンガーディアンっていうのがあるんですけども、これは VPN 接続サービスのそのアプリですね。このアプリを一度インストールしておけば、あとはその通信を保護してくれるというので、また放置プレイって感じで置いてます。
うん、であとゆうパックスマホ割りっていうのがあるんですけども、これはですね日本郵便さんに段ボールをこう持っていくときに割引が適用されるっていうやつなんですよ。このアプリを通じて発送すると割引が適用されますよっていうアプリなんです。でもまあ発送しても月に 2,3 個ぐらいのペースなので、まあ、ほとんど使わないですね、うん、まあ本当は発送するときにしか使わないアプリなのでここに入れてます。で上から2つ目にリサーチっていうフォルダーがあるんですけども、これはなんか調べ物をしたり情報をインプットしたり、あと近くの、まあ、リストと出かけた時に近くにコンビニがないかなとか本屋さんないかなっていうふうに探したりする時の、まあ、そういう情報を仕入れるためのフォルダーになってます。そうで、特におすすめしたいのがこのフライヤーっていう要約アプリなんですけども、電車で移動している時に10分の隙間時間があるとします。その時にあの10分で本を要約できるアプリがあるんです。例えばこの本興味あるな、どんなこと書いてあるんだろうってなった場合は、まあ、こういう流れを読んで要点を確認して、で、あ、もうちょっと読みたいなってなった場合はもうちょっと詳しく本の内容を読んでいくという感じですね。そうでこれを読んで、あ、さらに読みたいなってなった場合は、まあ、本を買えばいいと思いますし、そう全文読むにはアップグレードが必要ということなんですけども、なんか電車で移動している時だったりちょっとした時間にこのフライヤーアプリを立ち上げて本を読んで、うーん、こんなこと書いてあるんだみたいなのをこう仕入れていくっていうような感じですね。はい、で、次に上から3つ目なんですけども、映像っていうフォルダがあります。で、左からですね Amazon Music を入れてるんですけども、これは、まあ、要するに Spotify みたいな、そう音楽配信アプリです。で Spotify 前入れてたんですけども、曲数の多さとかはやっぱ圧倒的に Spotify の方が上だと思います。でもやっぱり広告が入ってしまうのがちょっとまああれですね。ということで、プライム会員であれば広告いらずで聴けるということです。で、僕が大体聴くのは大人向けポップスだったり、リラックスジャズだったり、大体リラックスしたい時に聴くようなものしか聴かないので、そう、まあ十分これでいいなという感じですね。はい。で、あとは写真があって、この右上にあるイメージエッジっていうのがあるんですけども、これは今撮影しているカメラの画像をスマホに取り込むためのアプリっていう感じですね。無線で取り込んだりとか、あとはこれがカメラのコントロール代わりになったりするので、そう、これ入れてます。で、あとは、このカンバっていうやつがあるんですけども、僕はこのアプリを使って YouTube のサムネを作ってるんです。例えばこういったサムネだったりとか、そう、例えばこういったサムネなんかも自由に作れますし、こんな感じで結構自由度が高いんですね。なのでありがたいなと思ってこのアプリをそのサムネを作るときに使わせてもらってるって感じですね。なのでこのカンバっていうやつで僕は YouTube のサムネの画像を作ったりとかしています。まあ全部が全部じゃないですけども、出先でちょっとサムネ変えたいなってなった場合にこのスマホアプリで変えるという感じですね。はい。で、続きまして上から4つ目のところ、管理って書いてあるんですけども、これはですね、まあ、これもあんまり見ないんですけども、例えばポイントが今いくら溜まってるのかっていうのをそのアプリで管理したりとか、あとはバービーっていうところのアプリで今登録しているサブスクがいくらなのか、どういうものがいくら使っているのかっていうのを確認するためのものですね。ついついサブスクってあ、そういえばこれ登録してたなみたいなやつもあるわけなんで、それを管理するためのアプリっていうのも入れてます。で、あとは楽天モバイルさんなんか立ち上げると、今じゃあどれぐらい通信したのかなとかですね、そういうのもまあ確認してますし、あとは YouTube スタジオっていうアプリがあって、これは YouTube クリエイター向けのアプリですね。これでコメントを見てこうやってああ嬉しいな嬉しいなって確認したりとか、皆さんのコメントは結構このアプリを通じて見させてもらっています。そう、そんな感じでこの管理っていうフォルダを作ってます。で、その次の下にコミュニケーションっていうフォルダを作っています。このコミュニケーションフォルダっていうのは主に連絡アプリが入っていたり SNS でこうコミュニケーションが取れるようなアプリっていうのがここに入っています。はい、まあ、あんまり特筆するところはないかなっていう感じはするんですけども、主に LINE は、自分のその個人的な、オフの時の連絡用で、チャットワークっていうのは主にこう仕事で使っているような感じです。で、 Gmail はもうほぼほぼ今メルマガ登録したりとか、あとは税理士さんとやり取りしたりっていう、なんか思いっきり固いような仕事をするときにやってます。まあそれぐらいかなっていう感じですね。はい。
今このスマホの中にあるアプリを一覧表示するとこういう感じになってます。ずーっとずずずーっと、はい、だいたい個数で言ったら30個いくかいかないかっていう感じだと思います。他人のそれが見てみたいっていうノリでちょっと紹介してみましたけども、いかがだったでしょうか。はい、本当に参考にならなかったと思います。そう、でも僕自身もこれちょっと正直迷ってまして、以前はですね、そのスマホ1台あればいいじゃんっていうライフスタイルがすごくいいなと思ってたので、このスマホ1台でなるべく全部全てが完結するようにいろんなアプリを入れてたんです。そうなんですけど、スマホがないと生きていけないぐらいまでスマホに頼るっていう、まあ、そういう感じになったんですね。まあ、別にそれが悪いとかいう問題じゃないんですけども、ただなんかちょっと違うなみたいな思って、何が違うんだって感じですけども、なんかちょっとスマホに縛られる感覚がちょっと出たんですよね。そうなった時に、あ、ちゃんと適度にスマホから距離を取ろうと思ってアプリを一回断捨離しました。もうほんとデフォルトアプリしか入れないっていうぐらいまでもう全部リセットしました。でそこから、まあスマホがあったら便利、スマホでできたら便利だよねっていうようなアプリをこう入れてったっていう感じなんです。なので今はこの iPhone でやっていることって言ったら、まあ、ちょっとしたネットを調べ物したり、あとは電車の中でメントレをしたり、あとはちょっと知らないところに行ったらその道を Google マップで調べたり、あとは電車に乗ろうと思った時に乗り換えアプリを調べたりっていうぐらい、ただ何をするんでもそれスマホでできるじゃんっていう、なんかすごいそれもそれで身軽な感じもするんですよね。スマホ1台あればどこに行っても何でもできるっていう、それはそれですごくスマートだしミニマルだなっていうにも思うんです。そうなので、ちょっとそこら辺の塩梅が今すごい揺れ動いてるっていう状況ですね。そうなので、まあなんかいや、こうしたらいいんじゃないですかみたいなアイデアがあったらですね、ぜひコメント欄で書いてくれたら嬉しいです。はい、ということで今回は現在の僕のスマホの中身とそのスマホとの距離感をどうしていこうかなっていうふうに迷ってるっていう、その考えみたいな気持ちみたいなのをシェアさせてもらいましたけども、いかがだったでしょうか。本当に参考にならなかったと思います。はい、でもまあその中でちょっとでも参考になりました、面白かったですと感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。はい、ということで、皆さんはどんなアプリをスマホの中に入れてるでしょうか。もしそれもコメント欄で教えてくれたら嬉しいです。ということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。今こうやって動画を撮影している2時間ぐらいでこの iPhone100% から 60% まで電池が落ちちゃってます。なのでもうほっといバッテリーが死んでるんですけども、なので次のスマホどうしようかなっていうふうに悩んでます。順当に iPhone の進化バージョンをゲットするのか、それとも今めちゃくちゃ盛り上がりを見せてきている Android スマホにするのか、まあ、そこら辺ちょっといろいろ迷いながら決めたいなと思います。